空間における連続性の唯一の形態は、ウンベルト墓長ににより1913年にブロンズで作られた未来派の彫刻。運動や流動性を表現したものと見られている。イタリアで発行されている20センというロ行家の理面に描かれている。未来派の運動は、自らの作品でスピードと力強さを表現しようとしていた。墓長には、 画家としての訓練を受けたが、1912年に彫刻を始めた。彼は、このところ、私は彫刻に取り憑かれている。私はそのミイラ化された芸術の完全な修復を、垣間見たと信ずると声を上げた。その翌年に、この彫刻を完成させた。この作品の目的は、フランティセック・クップカやマルセル・デュシャンのように芸術家に見られる、分析の不連続性ではなく、 運動の合成的な連続性を描くことであった。勃丁には1912年から1913年にかけて1913年に制作したデベロップメントオブ A ボトルインスペースをはじめ他にもいくつかの彫刻を制作している。It seems clear to me that this succession is not to be found in repetition of legs arms and first. アズメニーピープルハブストピドリービリーブドバッドイズアッチベドスルーザインチュイティブサーチフォーザユニークフォームウィッチギブスコンティニューティンスペースウンベルトボチョニー空間における連続性の唯一の形態は動いているように見える人間のような容姿を描いた作品である空気力学的で流動的な造形をしている台座として足元にある二つのブロックが地面と人間のような 容姿を繋いでいる。この容姿には腕はなく認識できるほどの顔はない。この形状はもともとサッカー選手がスペースにうまく出されたパスに向かって移動する姿から着想を得たものである。没調にはどうも伝統的な彫刻を軽視していたようであるが空間における連続性の唯一の形態はより写実主義的な作品に似ている。 未来派の創始者であるフィリッポ・マリネッティが、ご温の車よりも美しさで劣ると宣言した、サモトラケのニケを彷彿とさせる。腕がないことは、オーギストロダンの、歩く、男のオマージュでもある。元の石膏墓長にのこの作品は、石膏で作られており、彼が生きているうちはブロンズで鋳造されたことはなかった。元々の石膏は、サンパウロにある現代美術ミュージアムに展示されている。 1931年に2つのブロンズで鋳造したものが制作され、1つはマンハッタンのニューヨーク近代美術館に展示されている。1949年にさらに2つが制作され、そのうち1つはニューヨークのメトロポリタン美術館に展示され、もう1つはミラノのムセを出るノベチェントに展示されている。1972年にさらに2つが制作され、そのうち1つは ロンドンのテートモダンに展示されている。1972年に制作された八つは、元の石膏からではなく、1949年に作られたブロンズイ型の一つから作られたものである。そのうち一つは、オランダ、オッテルローのクレラー・ミューラー美術館にある。2014年、ブロンズが古前茶の国立美術館に寄贈された。2009年、イタリアの作曲家、 カルロ・フォルリベジは、メルボルンのイタリア文化会館のディレクター、ステファノ・ファッサーティと共に、イタリアの未来派100周年を記念して、空間における、連続性の唯一の形態と題した、国際作曲コンクールとワークショップを開催した。ボッチョーニの作品を彷彿とさせる名前を持つ、この構造は、毎年開催する想定で創設され、イタリア語の強さと混ざった、作曲の力を称えている。 国際作曲コンクールとワークショップ、空間における連続性の唯一の形態は音楽と死の関係について特に重要な意味を持つ大規模で接中的な芸術作品の創造に貢献することを目的としている。2018年この彫刻はグランツーリスモスポーツを用いて開催されたバーチャル FIAGET オンラインチャンピオンシップの シムレース大会の優勝者に贈られるトロフィーの元ととして使われた。この彫刻が選ばれた理由は、20世紀初頭に発見された機械の驚きと魅力を表現しており、グランツーリスモと価値観を共有しているからである。グランツーリスモシリーズの制作会社ポリフォニーデジタルは、レーザースキャンの手法を用いて、彫刻を正確に再現した。ありがとうございます。